Masa. されりゃ気が済むんだ。おめえ、この池から出てかねえよ。思う存分食って汚してやるまでさ。ハンターの兄ちゃん、骨の中までヘドラ詰め込んでやろうか。いい、知ってるか、呼ばずの池ってお化けが出るってやつね。そいつらが人間をビビらせてって言うから、たくさん呼んであった。恐怖まみれ、ゴミまみれになって、あの世へ行ってきな。
綺麗になっちまうじゃねえかよ。クエスト達成お疲れ様。何これ、生理的に受け付けないわ。はい、ヨナタン。何にも例えがたい匂いだ。めまいがする。すまない、ワルタ、僕には手に負えない。ラグジュアリーズさんたちはこういう時頼りないから困る。この首は俺らの勝利の勲章よ。遠慮せずもらって。お前頼むわ。あなたがお持ちのその首は、ピアレイを退治してくれたのですね。ありがとう。これで我らは忍ばずの池に帰れますよ。あと失礼。我らはピアレイのせいで忍ばずの池から追い出された身でしてね。エーサさん、その汚らわしい首をこちらへ。助かったわ。今まですごく臭かったのよ。ピアレイの首しかと受け取りましたよ。惨めな姿ですね。威張りん坊のピアレイさん。あ、野郎ども、好きにしていいぜ。
ああ、お世話になりました。お礼をさせてください。お安い御用ですよ。我らが橋になって差し上げましょう。早速川を渡りますか。おい野郎ども、フォーメーション B だ。 B で行くぜ。こっち来てんじゃねえぞ。またなまった汚れ人ね。聞こえてんのか。ここはガキの遊び場じゃねえんだ。お茶の言うことわかるだろう。参ったね。言葉通じないのか。学のない連中はこれだからね。兄貴、しょうがねえさ。田山さんの教育方針なんだからよ。いえ、言葉は通じています。鉛が少々きついようですが、僕らは悪魔討伐隊の基地を探しています。この辺にありませんか？なんでそれを知ってるんだよ！メラ、どこの紹介のもんだ！そういや、司会の奴らが天使が来たとか言ってたな。しつっこいね、あんたらも。俺たち地上から来たけど、天使じゃねえ。兄貴、やっぱりこいつら！上等じゃねえか！やられる前にやってやるな！俺ら白海の怖さ、その体に叩き込んでやる！地上に逃げ帰ったら、てめえらの神さんにこう伝えな！足高いに立てつかない方がいいっつってな、天使ども！この汚れ人も悪魔を召喚するのか。長細い小さな箱をタッチしてるぜ。あれが汚れ人のガントレットみたいだ。東京は物騒な世界ね。やっぱり天使はただもんじゃなかった。天使じゃ、天使、天使。また逃げたわ。鉛の彼らもお忙しいのだろう。の仲間は一味違う。
あれ？なんだよ、ぬか喜びしたぜ。黒き侍を見つけたと思ったのに。肝心の中身はいないみたいだ。見間違えるのも無理はない。黒き侍が身につけていた鎧にとてもよく似ている。しかもこんなにたくさんあるとは。ねえ、腕のところガントレットに似ていなくって。私と同系統みたいね。バローズちゃん、わかるの？サーチモード実行。これは悪魔討伐隊の隊員が着用するデモニカという戦闘服だわ。デモニカ？それがなぜ私たちのガントレットと一緒なの？さあって、あなた。バローズ、そもそも悪魔討伐隊とは何なのだ？データによると、東京に突如現れた悪魔を殲滅するため政府が設立した戦闘部隊よ。今はもう存在していないようだけれど。突如ということは、東京にはもともと悪魔はいなかったのか？もしかして黒き侍はその悪魔討伐隊のもの？私、隊員名簿のデータは持ってないの。残念ながらそれはわからないわ。おい、みんな！こっちでいいもの見つけたぜ。魔法の異物かもしれねえ。使える武器や装備品があるみたい。いただいちゃいましょう。ところで、ワルタ、手にしているそれは何だ？ああ、これ、そこで拾ったんだ。な、バローズ、この薄っぺらい小さな板は何だ？それは ID カードね。この施設の扉を開くためのものでしょう。俺、落としちゃいそうだから、お前が持っててくれ。クエスト。いい感じに進んでるみたいね。この先から強力な悪魔の反応あり。中に入る？はいはいはい、ダメだよ入っちゃ。ほら、結界が張ってあるだろ。侵入者を見張ってるんだからさ。ターミナルを見張り続けて20年、人呼んで、あれなんだ、またお前か。手を煩わせやがる。お前はブラックリスト入り確定だ。俺が守るターミナルに手を出すなんて、まったく飛んだ命知らずだよお前は。このまま誰にも知られずにひっそりと永田町の闇へ葬ってやる。不良少年を始末するならやはり軍勢で仕掛けないとな。少しばかり綺麗どころに偏ってドスの効いたやつではないが、お前を潰すにはこれで十分だ。次はこうはいかないぞ。覚えてろよ。クエスト、いい感じに進んでるみたいね。
ーチモード実行。ここは霞ヶ関ターミナル。ターミナルの起動プログラムを実行するわ。起動完了。他のターミナルともリンク OK。 これで転送が可能よ。ここは霞ヶ関ターミナル。修道院に転送しといたわ。クエスト達成、お疲れ様。誰だっけこの女。失礼だぞワルタ。修道院のギャビー殿ではないか。悪魔討伐隊の基地を発見した旨、バローズを介して存じました。ミナミナの今後の活躍にも期待していますよ。さてウーゴ殿より伝言を預かってまいりました。魔法の遺物の回収をミナミナにお願いしたいと。東の帝国へ戻った折には K の酒場の黒板を確認してください。誉れある侍の皆々よ。ではまた。黒き侍を追うんじゃなかったのか、ウーゴの野郎。魔法の遺物も回収してこいなんて、やっぱりそれ目当てだったんじゃねえか。そう腐るなワルタ。いずれにせよ魔法の遺物を持ち帰れば、我が民の暮らしも豊かになろう。ウーゴ殿も民の幸せを願うからこそこのようなご命令を下すのだろうさ。君もそう思わないかい？そーら見ろヨナタン、あの国を信用しすぎてるとそのうち足元救われるぞ。そうは思わないぞワルタ。僕らがこれまで平穏に暮らしてこれたのは王と修道院のおかげなのだ。さあその辺にしましょう。黒き侍が東京にゆかりあるもの、それが分かっただけでも収穫だわ。でももっと情報が欲しいところね。K
汚れ人が集っていそうな大きな町でもあるといいのだけれど。道を開けたまえ。援護してやる。お疲れ。アシュラ会には内緒で川を渡してやるよ。あっち方面行くかい？お代はこんだけだ。へへ、毎度あり。